2021-22 シーズンブースター感謝祭ご来場くださいまして誠にありがとうございます。今日は普段試合では見られない選手の姿を思いっきり楽しんでいってください。それでは早速今日のブースター感謝祭メンバーをご紹介します。まずは私アリーナ MC リスケです。今日もよろしくお願いします。そして続いて千葉ジェッツ人気マスコットキャラクタージャンボくん、千葉ジェッツ一人の女神スタージャッツ、そして非公認キャラクターマスクのオチ。さあそして今日のスペシャルゲスト伊藤さんお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一言ご挨拶をお願いします。はい、もう本当に皆さん楽しみに、来ていただいていると思います。選手のみんなも、ね、リリースあったりなかったりいろいろあるとは思うんですけど、昨シーズン今シーズン の、 あの感謝の意味を込めてこの場にみんな来ると思うので、皆さん存分に楽しんでいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、伊藤さんありがとうございます。そしてさらに大野ヘッドコーチに特別審査員としてご参加いただきます。大野さんからも一言お願いいたします。皆さんこんにちは。短い時間ですが、選手の普段見れない一面が見れると思うので皆さん一緒に楽しみましょう。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。以上本日のメンバー紹介でした。さあそれでは早速フライトクルーのパフォーマンスいきましょう。大きな拍手でお迎えください。 Please welcome your flight crew。強く応援する皆様の応援する姿、会場や
SNS でくださるメッセージや笑顔にたくさんのパワーをいただいていました。本当にありがとうございました。コロナ禍で難しいシーズンではありましたが、シーズン後半ではここ船橋アリーナが満員の船橋アリーナ、ここ船橋アリーナが真っ赤に染まる満員のアリーナで私たちと共に熱く応援できたこと、大切な思い出です。時代とともに進化し続けていくチームをこれからも愛し応援してください。来シーズンも引き続き熱いブーストをお願いいたします。短い時間とはなりますが、ブースター感謝祭どうぞお楽しみください。レッツゴージャス。Your Flake Crew。 さあ、それではお待たせいたしました、選手の入場です。まずはティームユーキナンバーワン、ジョージ・ダンカンナンバーツー、タガシ・ユーキナンバーシックス、アカホ・ライトナンバーエイト、大宮・ヒロマサナンバーナイン、フタガミ・ヒカルナンバーツーティーン、オキダ・ソータそれでは続いてチームハラーニの入場です。 No.11 西村文雄No.14 佐藤拓馬No.15 藤永義明No.24 ラッシーフォーラNumber 31, Haro Shuta Number 33, John Mooney Number 34, Christopher Smith さあ、両チーム選手が揃いました。それではここで本日欠席となりますギャビン・エドワーズ選手よりメッセージいただいておりますので、ビジョンをご覧ください。皆さんこんにちは。 Hello Jets Boosters、I just wanted to say thank you so much for this season、we know it was a long year for everybody, us and you guys included, and、just wanted to say I really appreciate all the support you guys gave us, becauseevery home game and every away game, we just always felt your guys' presence, and we always felt your guys' want for us to win games, and for you guys just cheering us on, and we always really, really appreciated that, and it never went unnoticed, and we just really appreciate you guys. So thank you so much for always supporting us and always being there for us and always having our backs, because like I said, this was a tough year, and you guys always made it that much better for us, so I just really appreciate that.Thank you so much, and looking forward to seeing you guys next year. Go Jets! それではこれより選手宣誓を行います。宣誓、我々選手一同は日頃の感謝を込めて精一杯プレーすることを誓います。昨日ヘッドコーチの発表があり、複雑な気持ちではありますが、から元気で頑張ることを誓います。赤組代表戸橋幸、白組代表原修太、ありがとうございました。それでは続いて、運動会入る前にですね、選手の皆さんには準備体操をしていただきます。皆さんチームごと前後2列に並んでください。お願いします。ちょっとスペースを上げて前後2列で並んでください。お願いします。それではですね、偉大なるお手本としてここは
大見さん前にお願いいたします。あ、大見さん、あ、大きな箱を持ってガッツポーズで、原選手のユニフォームですかね。大見さんもお任せしちゃっていいですか。最後がみんな準備運動だ、気合入ってるか。ふっふっ、全然ダメ、乗ってる。赤どう、最後がまずは原修太だ。Okay, 続いてギャビン・エドワーズ。電話ダメ。みんなごめんなさい、ネタないんだ。続いていくよ、ジョン・ムーニー。次みんな大好きクリスティガー、ちょっと足前後にして、ちょっとガニ股、オーケー。次ジャンプシュート行こう、クリスのジャンプシュート、全力で飛んでよ。忘れてた、みんな田口行きましょう。まだ決まらない、まだ決まらない、仕切り直して一旦。田口いりましたかね。ちょ、そろそろちょっともうこれ暑いんで限界なんで、王のあっちの入場行こう。赤組の皆さんもほら準備して、 And your head coach アッチアーノる。楽しんでますね、大野さん。大野さん、意外と楽しんでる。大野、みんなありがとう、みんなありがとう。はい、大野さん、ありがとうございました。しっかりね、選手の皆さんも温まったかと思いますが、大野さん、昨シーズンもね、大野さんの体操ありましたけど、ちょっとよりパワーアップしてたように見えたんですが、どうでしたか。そうですね、クオリティ下がった分だけ、あの着ぐるみでごまかしてる。ああ、そういうところですね。ちょっと今シーズンムーニー選手とクリス選手のも入れてきましたね。そうですね、あんまり似てなかった。あのご自身の入場のモノマネされてたのは、あれ似てんのか。似てる。大見さん、もう少し、もう少しちゃんとしてるでしょ。大見さん、ダメ出しが出てますが、やりきった。やりきった、ありがとうございます。いや、素晴らしかったと思います。それでは、大見さん、はい、これ何だったんですか。そうですね、大見さん、これお尻出してる場合じゃないですよ、大見さん。大見さん、これ何だったんですか。これ箱は何だったんですか。箱、もう一回やりましょうか。もういいです。もういいです。箱は何か意味あったんですか。あ、じゃあ見てなかったですか。あ、見てなかった、もう一回やりましょう。じゃあせっかくなんで、はい、
ちょっと曲がもう出ないんで。曲いりません。はい。みんなありがとう。ありがとうございます。よく伝わりました。その31番だったんですね。はい、素晴らしい。ありがとうございました。近江さん、今一度大きな拍手を送りください。さあ、それでは早速、近江さんが出し切ってくれたところで、競技に移っていきましょう。選手の皆さん、準備をお願いします。はい、それでは1つ目の競技いきましょう。1つ目の競技は、気配斬りです。こちら参加する選手には目隠しをしてもらって、近くにいる相手チームの選手の気配を感じ取って剣で切ってもらうというゲーム。見事相手チームの選手を切ることができたらワンポイント獲得、そして間違って自分のチームの選手を切ってしまうと逆にワンポイントマイナスとなります。ここでポイント注意点なんですが、剣を振れるのは1人1回だけ、かつ縦に振ることだけです。横には、振ることできません。横振りは、無効となります。また先に切られてしまった選手は剣を振ることはできないので、切った選手、切られた選手ともにその時点で目隠しをしてください。でちょっと今オッチーとイートンさんでね、デモンストレーション的な、ちょっと怖いな、その状態で1回だけ縦に、はい、剣を振ってもらって切ることができると。怖い、すごい怖い。なかなか恐怖ですけど。オッチ、全然気配感じられてない。今みたいに感じで切れたら1ポイントと、はい、いう形になります。はい、それでは対戦分け。1組目が富樫選手、大宮選手、二上選手、藤永選手、ラシード選手、ムーニー選手、そしてスミス選手となります。そして2組目がダンカン選手、赤尾選手、西村選手、大倉選手、佐藤選手、そして原選手です。スタートの位置がコート中央になりますので、第1チームの皆さんは移動をスタートしてください。でまた相手チームの選手が隣になるように、輪になって広がってください。そして位置が決まったら目隠しの方をお願いします。近江さん、今お着替え中ということで、代わりにサブ大倉選手をお願いします。でこちら、ですね、3回回ってもらって3歩ずつ進んでもらったところからスタート、制限時間90秒となります。大野さん、これはバスケ選手として見えない時でもこう気配を感じるみたいなものが結構できたりするもんですか？絶対できない。絶対できない。誰がうまそうかなみたいなのってあります？ソーターとユウキ、うまいか。大倉選手と富樫選手、やっぱガードだからですかね。そうですね。あ、秋も。おお、藤永選手も、はい。そのあたりちょっとぜひ期待していただきたいなと思いますが、準備の方はもうちょっとですかね。試合前から結構バチバチクリス選手当たってきてますが、準備が整ったかな、いいでしょうか。では目隠しを皆さんしっかりつけていただいて、3回転してください。3回回ってください、その場で。はい、今ね、ムーニー選手とクリス選手に相葉さんから説明が入っております。で、3回回ったら3歩ずつ前に進んでください。その位置からのスタートになります。もし、イートさん、井戸さん、不正があった場合はぜひストップして報告してください。剣で探るのなしですよ。はい、あれは二上選手ですか。それでは90秒です。いきますよ。 Ready Go。 ムーニー選手いきなり振っちゃいましたね。
1回しか触れないんでね、皆さん、クリス選手めちゃくちゃここに行きますけど、あっもうちょっとどうなん、味方同士で当たってるところもあるし、ちょっと高橋選手どこ行っちゃうのかな。あ、今クリス選手が、クリス選手ワンポイント、大倉選手を切りました。1ポイント入りました。残ってますよ、残ってますよ、まだまだいますね、まだ1回も振ってないですね。藤永選手どこ行っちゃうんですかね。あのブースターの方を切るのはやめてくださいね。みんな結構だいぶちょっとそれぞれ応援してあげていただいていいですか。あの 最初から富樫選手が一人旅なんですけど、あの富樫選手そっちはあの相手のベンチなんで惑わさないでください。ダンカン選手がね、富樫選手を助けてくれてますが、今、富樫選手振ってしまいましたよ、ね、はい、あ、ちょっと近づいてきた1回、あと10秒は全然ですよ。はい、そろそろ一発、あっはっ1回どうですか、振りもしない振りもしないラシード選手1回も振らずに終わりましたけど、今クリス選手の1ポイント入りましたね、はい、チーム花網に1ポイントで1-0と、はい、はい、いう形になります。それではじゃあ次のあれ2組目いきましょうか。はい、はい、2組目の皆さん準備お願いします。なかなかあれはこう1回しか振れないと難しいもんですよね。もうちょっと振っていいんじゃないかということでね、縦に振るんだったら何回か振ってもいいんじゃないかという形に、どうしましょう、ルール変更しますか。しましょう。はい、ということでね、大野さんが OK 出たんでルール変更です。チームユーキの皆さん準備いいですか。準備できたらぜひコートの中央へ。うわー、できました。大見さんも準備ができたと。これある90秒なんで、はい、結構短いんで、チームハラーにだいぶ綿密に、ね、作戦を立てているように思いますが、はい、さあそれでは準備 OK ということで、両チームの皆さん目隠しをお願いします。お、そしてその場で3回回ってください。フィーフィータイム、フィーフィータイム、フィーフィータイム、でその状態から3歩前にお願いします。1、2、3。はい、なるほどなるほど。それではいきますよ、90秒です。レディーゴー。皆さん集合。お、集合かけましたね、チームハラーに。なるほど。あれ3人で固まっていく戦法か。はまってますね。あ、いいね。あ、でも行ってますよ、ダンカン選手が。いいね。おお、惜しい。回りながらの戦法。ダンカン選手アウト。ダンカン選手がやられましたね。惜しかった、このぐるぐる回る戦法。そして有田選手と大見さんの指定コンビ、手をつないで、大見さんも1ポイント取りました。ということは有田選手残って、原選手と西村選手、この辺2対1の戦いという形になりますね。有田どうぞ。はい、時間はまだあります。なおか声が聞こえた。お、なんだ今カスタ当たったぞ。 何にカスタんだ。何を感じた。攻めないとブースターからもライターという応援の声来てます。お、拍手が起きてますね。探ってる。今のでタイムアップの笛となりました。何やったの。あ、今の
回目は1対1ということで、はい、1つ目の競技2対1でチームハラミの勝利となりました。それではどんどんいきましょう。2つ目の競技へと移ります。2つ目の競技はダンシング玉入れです。何ですかそれ。各チーム順番に玉入れを行っていただくんですが、音楽が流れたら選手の皆さんはこのロゴの外にある赤い四角のラインがあると思うんですが、そこまで出ていただいて音楽が流れてる間はこう回りながら踊っていただきます。そしてその間玉入れはできません。音楽が止まったら再び玉入れ再開です。そして2分以内に多く玉を入れられたチームの勝利。その玉の数の違いだけ勝ったチームにポイントが入ります。そして音楽のオンオフは大野さんに行っていただきます。大野さんのジャッジでダンシングをサボっている選手がいた場合はですね、その回数分ポイントがマイナスとなります。逆に玉入らなくてもダンス頑張っている選手がいた場合は、まあ、もう大野さんの一存でプラスポイントという形にもなります。またダンスは基本的にオッチーちょっといつものやつやってくれるかな。はい、そうこんな感じで、はい、まあ、いつものねオッチーの感じで真似してもらうか、まあ、好きに個性を発揮していただいても OK です。さあそれでは玉入れチームハラーニからいきましょう、はい、チームハラーニの皆さんコート中央にお願いします。どうぞチームハラーニ。それで今回ダンスも一つポイントになるということなんですが、大野さんダンスは結構見てたりしますか、選手が踊ったりしているところは。そうですね、 JD、 ああそうですね、 JD のダンスはちょっとね楽しみですけど、逆にこの選手踊れるのかなみたいな。ヒカルライター、ああその2人あたりはねちょっとでも意外とムーブがあるかもしれない。その辺ちょっともしその2人が出たら長めに青野さんと一存で押してもらうのもいいかもしれないです。さあそれでは青野さん一回ちょっと押してみましょうか。はい、これが流れたら、はい、皆さん、はい、踊っていただいて、で止めたら玉入れです。はい、入っちゃった。大野さん一回止めていただいて一回ストップ。ちょっと大野さん今のマイナス1点にします。はい、今すぐ止めなかったんでチームハラーニマイナス1点です。そう、今あのちゃんと踊ってと、はい、大野さんからコメントありましたので、流れてる間はしっかりダンスもお願いします。さあそれではいきましょう、チームハラーニ玉入れスタート。大丈夫ですか、減点ないですか、大丈夫ですか。はい、止まったら玉入れです。入ってる入ってる入ってる、結構さすが。はい、ダンス、はい、ダンス。ちょっと腹大丈夫ですか、あれちょっと弱くないですか、ダンス。あ、ちょっと、そうですね、腹ちょっと弱くないですか。あ、止まりました。あ、今頑張って入れてますが、はい、ダンス。みんなしっかりオッチーの真似をしているのが可愛らしいですね。いいですね、いいですね。西村選手大丈夫ですか。さあ残り1分です。結構長いですこれは。藤原選手大丈夫ですか。ダンス止まったので、ダンス、はい、ダンスタイムです。ダンスタイム、あ、いいですね。さあもう1分切ってきました。止まった、はい、だんだん入らなくなってきましたね。結構体力的にきついんでしょうか。はい、30秒、残り30秒。はい、ダンス、おい、入ってきました。はい、もう今大野さんがもういいっすよねっていうのがあったんで、そのまま頑張って巻きしてください。10、9、8、7、
6、5、4、3、2。はい、チマラニ終了です。いいアピール。小野さん、最後のアピールは。そうですね、最後良かったんですけど、クリスが多分ファットボーイになってダンスキレがなかったっす。あ、ちょっとクリス選手のキレがなかったということで、今のアピールはプラスポイントなしで。いや、プラスで。あ、プラス、何点にしましょう。プラス1点ということで。なるほど。まあ、あのさっきマイナス1点があったんで。チャラです。はい、チャラです。プラマイゼロということで、普通に、何点玉入れできたかを競います。リードさん、近くでご覧になって、2分って結構ね、選手も大変だったかなと思うんですけど。長かったですね。あの、しかも距離が遠いので、結構1回1回が大変そうでした、ね。あ、そうですよね。藤永選手、1回ちょっと倒れてませんでした。何が。ボール当たったっす。ボールが当たったんですね。な、仲間同士でのそういったこともあると。なるほど。はいはい、はい、今集計が来ました。入りましたね。はい、チームハラーに個数が38点。素晴らしいですね。結構いきましたね。はい、よかったんじゃないでしょうか。それでは続いてチーム勇気いきましょうか。何か結構話し合いをしてる感じなんですけど、オッチ、ちょっと話を聞いてきてもらっていいかな。右手つける最初やった後に。普通にそれ話聞いてるよね。マイクを持って聞いてほしかったな。普通に聞き耳を立てに行ってたね。じゃあ散らばって。分かりましたね。ちょっと富樫選手に何か今戦略デスタンスがあるの聞いてもらっていいですか。ズバリキャプテン、ここだけの話。いや、球入れればいいだけなんで。あ、それだけです。おお、シンプルですけど、ね、結構話してたんで ね、なんかあるのかなと、はい、思いますが。さあ、それでは小野さん、準備の方は OK でしょうか。はい、じゃあそれでは行きましょう。玉入れチーム勇気スタート。入れてきますね。まずまだ入ってないですね。1個入ってない。あ、やっと入りましたね。はい、ダンス。あ、入った。ダンスタイム。あ、集中だ。あ、いいですね。一番前が下手すぎる。あ、いいですね。アピールがすごい。あ、止まりました。たまいで、たまいで。お、たまいで。すごい作戦に来ましたね。至れり尽くせり。今ライター選手ダンス、ダンス、何で言ってますかと。ダンス、ダンス、ダンスです。今ダンスです。ダンス、ダンス。ライターさんもマンツーマンでね、ずっとやってますけど。たまいで、たまいで。もう玉井さん、肩を持つ。いいよ。小野さん、これ悪くないですか。悪くない。いいかもしれないですね、この作戦。あ、完璧。いい揉み具合ということですが、ここはまたダンスタイム。ダンスタイム。あ、残り1分です。大見さんも、小野さんに引き付け。どこで、どうやったらそうなるの。チームしてますが、またまた。はいはい。たまいで。仕込んでましたね、大見さん。今さすが大見さん。そうですね、全然チーム入らないな。はい、ダンスタイム、ダンスタイム。はい、残り30秒。残り30秒です。ちょっと個数は足りなそうな感じですね。ちょっと遠目に JD がアピールしましたが、お、たまいで。ああ返して。おたけりが上がりましたが、15秒。残り15秒、このまま行くのかな。少し入ってきました。8、7、6、5、4。拍手が起こる中、終了。さあ、それではチームゆき集計をお願いします。山野さん、だいぶチームゆきはマンツーマンで攻めてきましたね。はい、どうでした。悪い気はしなかったですか。そうですね、まずライター5点プラス5。プラス5、プラス5点入りました。はい、だいぶ大きいですよ。肩もみ大事ですからね。オーミーの仕込みでプラス5点ですね。プラス5点、プラス5、プラス5でプラス10入りました。やっぱりね、仕込みって大事なんだな。そうですね。ただちょっと球の方がね、あんまり
そうですね、シュート上手いはずなんですけどね、このね。でそれがどうなるか、プラス10をせっかくもらってるので、このね、入った数でどうなるかというところですが。ちなみに何点差ぐらい？今さっきチームハラリーが38点、38です、はい、なので、まあ、プラス10でどうなるかですね。なるあ今来ました伊藤さん、はい、最終的にみんなここに囁いていただいたんですけど、はい、なんと46、46結構入ってましたね。入ってますね。ということはプラス10でチーム駅に56ポイント入っております。はい、ありがとうございます。ということで、2つ目の競技ダンシング玉入れでした。さあそれではどんどん3つ目の競技移っていきましょう。3つ目の競技はジェスチャーシュート対決です。こちらジェスチャーをしてもらう選手のお題が出されます。そしてそのお題で出た内容のジェスチャーを行っていただいて、回答する選手はそのジェスチャーを見て当ててください。そのお題を見事正解した場合は回答した選手にシュートチャンスが与えられます。また答えが当てられずにパスした場合はシュートチャレンジはありません。シュートはフリースロー成功で1ポイント、スリーポイント成功で2ポイントとなりますが、どちらを選ぶかはシューターが決めることができます。またシュートチャンスは正解1つにつき1回のみです。時間内により多くの正解を出してシュートチャンスをゲットしてください。でまた選手は順番に役割を回してください。2分間で成功したシュートのポイントが入ります。制限時間2分間で行います。それでは、チーム勇気の皆さんからチャレンジに挑戦していただきます。一列に並んでください。それではチームハラリの方はお題を出していただくので準備の方をお願いいたします。ちょっと今、セッションチャイムで面白そうなんですけど、はい、当たったら、おみ、パスだったらパスでそのまま走って次俺行く。そうそうそう、で、おみが打つってことね、誰か当てたら。そう、OK。 はい、それでは行きましょう。ジェスチャーシュートチャレンジスタート。最初がこれは右のスクリーン。おい、おお、見事当てました。そこはいいんじゃないの、当てると増やさないけど、さらに外してしまったという。はい、一歩近くの次です。いやいやいや、分かるか。なに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 、雰囲気ほら、雰囲気ほら、雰囲気パスパス早々にパス出ました。今度大倉選手対するお題は、これ難しいかな、結構。どんどんマイナスになっていくと思うので、次じゃちょっとチーム逆でいきましょうか。チームハラーニが答える番になりましょう。はい、スイッチスイッチ。だいぶ有名に選んでますが、
チーム原にはジェスチャー係の一番手が拓磨選手。拓磨選手、自信のほどはどうですか？あります。あります。あります。おー、ちょっと楽しみですね。さあ、それではチーム駅の皆さん、いいですか？いきますよ。一番決めていただいて、はい、じゃあそれではいきます。ジェスチャーシュート対決スタート。ほら見た。お、ミスが出た。あ、おい、あ、当たりましたね。早い早い。シュートが早い。はい、次、はい、次、赤。次は、おお、これも見事正解。さすが西村選手、見事決めてきた。お、早いですね、今度は。リフなんでどんどん一発がシュートの技が違った。次、藤永選手チャレンジ。そうですね。これは分からん。パスパス。エラー。エラーなんでした。もうちょっと頑張れたんじゃないか。原選手。お。前田さん。はい。やってきましたね。今特別課題が入れます。ですか。入ってないよ。おい。当てて満足みたいになっちゃってますか？おお、素晴らしい。2ポイントですかね、チーム原に。どうだ、クリス選手。じゃん。これが最後のチャレンジかな。ああ。当ててほしい。あ、当てそう。正解が当たりましたね。おお、ナイス。決めました。ここでタイムアップです。タイムアップなんですが、せっかくなんで風味選手にチャレンジしてもらいましょうか。ここまでプラス3ポイントされてます。なかなか難しい状態ですけども、パスをジェスチャーで伝えましたね。はい、ということで今チームにプラス3点入りました。大野さん、今ご覧になってどうでしたか？そうですね、ちなみに最後何だったんですか？最後、マリリン・モンローだったみたいです。前田アシスタントコーチのモノマネは原選手。前田のやつそっくりでしたよ。ちょっとプラスとかになったりしますか？そうですね、プラス5点。あ、プラス5点ということで今プラス8点になりました。じゃあさっきのが、はい、チームユキは練習だったということで、はい、もう一回いきますか？はい、行きましょう。はい、8点取りに行かないと。チームハラにはお題出しでお願いします。ハラリがどんなお題を出してくるか。あと、じゃあ練習でもう一回ペンギンやってみますか？あ、そうですね、せっかくなんじゃ前回ペンギンもう一回出してもらいましょうか。オロさん、あれはペンギンなんですか？もしかしたらジェネレーションギャップなのかもしれないですけど。ちなみに今ちょっと二橋どういうイメージで今の動きだったのか、伊藤さん、言ってもらってもいいですか？今のペンギンの動きのちょっと解説というか、正解の方、正解、間違いの方からいきますか、じゃあ。間違いの方を。ペンギンを飛ばしているので、はい、それにしたら、いけるのかなと思います。とんがりをイメージして、くちばしをイメージして、あ、なるほど。で、2回目は2回目じゃ歩き方さ。
歩き方それでは行きましょう。ジェスチャーシュート対決、チームゆうきのチャレンジスタート。さあ出していきましょう。ババン、サーフィン、おお、当てました。シュートの方が次はホミさん、ロールコースター、正解。おお、当ててきますね、さすが。皆さんシュート忘れずに、はい、打ってください。決めないとポイントは入りません。当てる、はい、シュート。おドラン、ドラン、正解。ドラン、アシスタントコーチ、はい、あれでわかるんですね。はい、入りました。あこれはおお、いいよ、スキュレーサーです、正解。おお、素晴らしい。正解でしょう。残り10秒切ってます。30秒切ってます。歌舞伎行こう。歌舞伎正解、歌舞伎。よく分かりましたよ、さすが。はい。残り10秒ですか、ラストのチャレンジですかね。パス。オラさん、一回お題見て。パス。ちょっと、じゃあせっかくなんで、オラさん、お願いします。ああ、なるほどね。もうみんな正解分かってる感じだと思いますけど。それでは行きましょう。エニメコーチ、キャッチーアウネで、正解は入場時の王のヘッドコーチ。はい、はい、素晴らしい。あ、10ポイント。オラさん、あげますか。あげましょう。はい、まず10ポイントということで、今の第3競技シュートチャレンジ対決、チームユキに13ポイント、そしてチームハラーニが8ポイントとなっています。はい、それでは最後の競技行いましょう。最後の競技は何でもリレーです。こちら第一走者が三輪車に乗っていただいて、4分の1のところでバトンタッチ、第二走者はキャタピラーで進んでもらいます。そしてそのさらに半分いったところでバトンタッチして、第三走者は2人1組で二人三脚で、ここからは半周進んでいただきます。第4走者は2人1組で大玉転がしをしながら半周、そして最後アンカーはドリブルで半周してからのゴールとなります。でまたバトンタッチの際はしっかり次の方にタッチしてください。勝利チームには10ポイントとなります。それでは作戦会議ということで、両チームの皆さん誰が何を担当するのか話し合ってください。これ JD 乗れるんですか。これ俺は無理だって言って最初の三輪車、あ、クリス選手、クリス乗れる、マジ乗れるの。腹膝で乗るという腹は焦げるのこれ、おお、いや無理だ、ぎゅうぎゅうにクリス全て乗れるかな。ちょっと入らなかったですね。原選手も無理かな。おお、いいか。
じゃあ腹で、はい、第一走者まずは、はい、両チーム、そして第二走者、第三、第四と全て、今のうちに決定してください。チーム富樫が今70点、チームユキ70、チームハラニが48ポイントという形で、このままだとチームハラニに勝ち目がないんですよ、10ポイントなので。なるほど、小野さんどうしましょうか。じゃあタクマに一曲踊ってもらえますか。タクマ選手が一曲踊ってくれたら何ポイントにしましょう。20ポイント、20ポイントにしましょう。リードになっちゃうんでね。歌ってもらおうか。ウースターの皆さんの手拍子に合わせてちょっとフリースタイルでタクマ選手に、はい、リードで行っていただくというのはどうでしょう。勝利となります。お、さあそれでは行きましょうか。最終競技なんでもリレー、よーいスタート、はい、あ意外と原選手の方が進む。富樫選手意外だ、意外意外と進めない。あれいったん降りて、すごい原選手もやっぱり進みませんが、おお、なんとか富樫選手着地回す。頭こんな乗り方あったんだっていう。こんな乗り方。回らない。進まないですね。進まない。そうですね、足でそう、はい、進んでいただいて OK にしましょう。それでも大変そうですが、まもなく第2走者にチームハラにバトンタッチ。チームハラには佐久間選手が入ってますかね。チームユーキは曲がれない、誰が入ってるんでしょうか。インターン、インターンです。ちょっと不思議な動きが、ライカ選手がファール、大丈夫ですね。多少の接触はないにしましょうか。最終ストレートに入りました。はい、佐久間選手なかなか大変そうですが、しっかりタッチしてもらってよ。今度は第3走者チーム原にムーリー選手とクリスが振り返ってしまった。合わせて、はい、合わせていってくださいね。そしてダンカン選手とショートカットしてる。かなりのショートカットしてますが、大玉転がしにチームラーニは選手と、はい、追いかけて、おっと、そしてチームユキも縦2人のコンビでどんどん追い上げます。ぶつかっていきますね。さあ最後ラシード選手対赤尾選手、おおおおゴール。見事先にゴールしたのはチームハラニ、そしてそのチームハラニプラス10点入ったということで、78対70でチームハラニの勝利となりました。ハラニ、小野さんいいですか今ので。はい、 OK と出たので、このままチームハラニの勝利となります。それでは全ての競技終了しましたので閉会式に移ります。まずは選手を代表して富樫キャプテンよりこのブースター感謝祭を終えて一言コメントをお願いいたします。皆さんこんにちは、本当にこんなに集まっていただき本当にありがとうございます。まあ、今シーズン本当に、ね、いつも通り、まあ、このBリーグ始まって今シーズン6年目も本当に変わらずずっと応援していただきありがとうございます。まあ、結果としては、
ファーストラウンドで敗退と、まあ、特にホームでやっぱ連敗してしまったことに、すごく悔しさはありますけど、しっかり切り替えて、また来年、千葉ジェッツこうやって、たくさんの応援の、方々に応援してもらっているので、またファイナルに、やっぱ行くべきチームだと思うので、まあ、来シーズンも応援よろしくお願いします。長いシーズン、まあ、早く終わってしまいましたけど、ちょっと今年はしっかりみんな体を休めて、やっと僕も少し休む時間もできたので、また、来シーズンだったり代表に向けて頑張っていきたいなと思います。今日は本当にありがとうございました。高橋キャプテン、ありがとうございました。それでは改めて結果発表を行います。さあ、それでは特別審査員、大野ヘッドコーチより結果発表をお願いいたします。はい、チーム原の勝利です。はい、ということで改めてチーム原にの勝利、おめでとうございます。続いて MVP の発表を行います。 MVP も大野さんより発表をお願いいたします。はい、 MVP は秋です。お、藤永選手。大野さん、藤永選手成功した理由は？なんとなく。なんとなく、はい、MVP の藤永選手、おめでとうございます。それはせっかくなんで、藤永選手 MVP ということで一言いただければなと思います。はい、伊藤さん、マイクフォローありがとうございます。こんばんは。そうですね、僕はもう今シーズンで退団になってしまうんですけど、またここに帰ってきたら、温かく迎え入れてくれたら嬉しいです。その時はブーイングでも何でもいいので、観戦お願いします。今日は本当にこういう短い間でなんですけど、集まっていただいて本当にありがとうございました。僕が言うのもあれなんですけど、千葉ジェッツをこれからもよろしくお願いします。藤永選手、ありがとうございました。それでは今日特別ゲストとして本当に大活躍だった伊藤さんからも一言いただけますでしょうか。はい、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。もうこういうことやるとね、大宮選手が本当に頼もしいなと思って見てました。いつもありがとうございます。はい、本当にこういって皆様に支えられてのチームだと思いますので、また一旦チームはブレイクになりますけれども、また来シーズンも応援していただけたらなと思いますし、私も個人的に一生懸命応援していきたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。伊藤さん、ありがとうございました。それでは敗れてしまったチーム勇気にはですね、大野さんへの愛を最後に一人ずつ恥ずかしがらずに全力で伝えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ブースターの皆さんの中にも大野さんへ この感謝の気持ちをボードにして、作ってきてくださった方が多くいらっしゃるということで、せっかくなのでぜひこのタイミングで掲げていただければと思います。よろしくお願いします。うわー、すごい。すごいですね。すごい、ほとんど皆さん全員、なかなか見られない光景ですね。本当ですね。いや、さあ、それでは背番号順に行きましょうか。では南川選手から小野さんへの愛をお願いします。コーチ、 Thank you for everything. These past 4 years you've been a great coach, and I wanted to let you know I noticed all your hard work in the weight room this year, andYou're looking real strong. Keep it going. この4年間本当にありがとうございました。本当に素晴らしいコーチでいてくださってありがとうございます。あと一つお伝えしたいことがありまして、今年ウェイトルームですごくウェイトをこう頑張ってらっしゃったと思うんですけど、もうその結果がすごく今出てると思います。ありがとうございました。はい、高橋選手、ありがとうございました。続いて富樫選手、お願いします。いや、何を言おう、
なんだろうな、まあ、本当に6年間、もう何もないもう自分を、うん、こういう選手に育てていただいて、そうですね、本当に、この6年間のこの千葉ジェッツでの、まあ、練習も試合も含め本当に人としても選手としても成長できたと思いますし、まあ、僕のわがままだったりいろいろがちょっと毎年大野さんの髪の毛に出ててちょっと申し訳ないなという思いももちろんあり、はい、まあ、でもこれだけ多くの試合に一緒に勝利して、数多くのタイトルを一緒につかめたことはもう本当に、もう最高だったなと思います、はい、これからも日本バスケットボール界のために一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。高橋選手ありがとうございました。終わりでいいですか。終わりでいいんじゃないですか。まあ、せっかくなんでね、もういいですか。じゃあもう十分伝わったということで、大見さんでもせっかくマイク持ってるんで大見さんで締めますか。あ、ちょっと僕、はい、しゃべらせてもらっていいですか。あ、お願いします。カットインか。本当に6年間たくさんのご声援ありがとうございました。まあ、コメントにも書きましたけど、まあ、ちょっと邪魔な永久欠番一つありますけども、7つ皆さんとフラッグを掲げられて本当に誇りに思ってます。でもちろん選手たち の努力の結晶だと思いますが、ブーサさんの後押しがなければこの7つのフラッグは立てることができなかったと思います。本当に今までご声援ありがとうございました。チームは離れますけども、これからもこの可愛い選手たち、どうぞ後押ししてあげてください。よろしくお願いします。でさっき秋をね MVP にしたんですけど、ちょっと MIP を2人近江とライター、一言喋りなさい。2年間応援ありがとうございました。アキさんはブーイングでも何でもいいって言ったんですけど、自分ブーイング嫌なんで、ちょっとそこは戻ってきたときはよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん今日はありがとうございました。4年間も本当に千葉ジェッツに入れたこと、本当にまあすごく一瞬だったような気もしますし、すごく長いようだった気もするんですけど、まあね、まだダンクするかしないかみたいなね、冗談から始まって結局することなくチームを去ってしまうんですけども、まあそんな僕にも本当になんかこうあそこにフラッグを作っていただいたりとか、声をかけていただいたりとかね、いつも温かい言葉でねかけていただいて、すごくなんかこう僕という人間をね作ってくれた場所がここだなって思っています。なんか本当に千葉ジェッツに来れてよかったと本当心から思っています。まあ、僕からしたらすごく長い4年だったんですけど、まあ、これからも千葉ジェッツは長く続いていくと思うので、僕がいた千葉ジェッツとでこれからまた新しくできていく千葉ジェッツをこれからもよろしくお願いいたします。どうも4年間ありがとうございました。本当に今シーズンたくさんの応援ありがとうございました。で、ね、最後言うことをいろいろ考えてたんですけど、ちょっと泣きそうなんで、笑って終わりたいんで、本当ジェッツのブースター最高です。ありがとうございます。ありがとうございました。今一度のヘッドコーチ、そして 2021-22 シーズン千葉ジェッツの大きな拍手をお送りください。はい、それでいきますよ。
5秒前5 4 3 2 1。ブブブブはい、OK ですかね。ありがとうございます。以上をもちまして2021-22シーズン千葉ジェッツブースター感謝祭を終了といたします。特別ゲスト伊藤さんもありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまた今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてお越しくださったブースターの皆さん、本当にありがとうございました。 Thank you。 はい、今一度シーズン全力で戦い抜いた選手の大きな拍手をお送りください。それでは選手の皆さん、会場をお願いいたします。